どのお店か。どこですか。ブルーハウス。ブルーハウス。普通に普通だけのところ。あれいくらですとか言えるか。ザ・ブルーハウスみたいな。照り焼きだから辛くないと思う。もし辛かったら、ごめん、ちょっとまた別のやつ頼んだ。ねえねえ、どうやってきれいに食べるの？どうやってきれいに食べるの？今からって今だよ。ね、お口をお皿に持っていかなければいいよ。シヤシヤしながら食う。これいる？どうぞ。大丈夫。なんか辛い匂いがする。ゾン、マジ？なんかこれは辛そうね。これとかいいんじゃん、この辛さ。何それ？これでも箱っぽいよね。箱っぽい。かっこいいな。紙袋もかっこいいよね。箱かっこいい。こういう形のやつ。これサラダだね。あの、そんぐらいの大きさじゃないけどね。これは全部一緒の味？味はね、全部違う。全部違う。うん。どうした？あ、違うよ。あー、ごめん。ありがとう。全部違うよ。ほら、うん、これいいんじゃない？この照り焼きっぽいのがこれだ。こうやってくる。ありがとう。何ポイント？全部。全部いただきますか？いただきます。適当に食っていいよ。でも辛いと思うんだから。辛いと思う。うまいの。こういうやつじゃない。これも。ちょっと怪しいけど、あの生姜だね。生姜出してあげる。ジャパニーズ弁当的なやつにしてるよな。ノンハラルがいいと思う。ノンハラルはノンスパイシーじゃないじゃない。うん、これは大丈夫。逆にスパイシーの方が多いんじゃない？これスパイシーだな、これは。いいよね。この弁当。こうするか。これ何？これ何？それ生姜の味。何で？何？これはもう紹介する。なんで？パクチーかな。ちょっと甘くて食べれる。普通のは食べれるんだけど。ケチャップつけたら甘いのだ。あの、これお肉のソースつけてみたら。じゃあ、あ、それよく出るよ。スパイシーです。スパイシー？大丈夫？これキャベツのサラダだよね。それレッドキャベツのサラダじゃないですか。いける、これはいける。みんなででしょ。マイクロこっちにある。電子レンジだね。これさ、ちくわだと思った。大人も辛い。うん。あれ、それ大丈夫か。いや、まだ食べてない。それ食った方がいい。半分のぐらいな。全部食べるって多分。何が大人でも辛い。分かった。これちょっと食べてみようか。どの道食って辛かったらもう、どの食えない。これなんかミスったんちゃうかな、これ。向こうの。一回食べてみて。何が辛かった？ちょっと、なら食べれるかも。辛い。ちょっと赤いの入ってるから。照り焼き、ジャパニーズ照り焼きチキン。照り焼きチキンと照り焼きポーク。ポークは普通？ねえ、ねえ。なんかこれ。酸っぱくないよ。ちょっと野菜食べなさい。これはサラダは。金唐揚げ弁当がなんか貝って書いてる。貝は辛い。しまった。このソースさ。チキン唐揚げも。これが貝だね。唐揚げって日本の食べ物なんで貝とか入ってきやがるの？あのね、マレーシアでね、唐揚げのことね、チキン唐揚げって言うよ。そうなんだ。ドライドチキン。これの味見し。なんでそんなことするかな。唐揚げだけ。唐揚げタイ。唐揚げ弁当。チキン唐揚げ。タイチキン唐揚げ弁当って書いてた。あ、根がない。素晴らしい。素晴らしい。骨抜いた？抜いてくれてる。チョップスだっけ？チョップスって。うん。チョップスってそういう意味？この子、この前買ったチョップスっていうお肉は、うん、ボーンレスに、うん、あの先っちょだけ。これでお手で食ったらかっこいいわ。これどうだ。いい？あ、これ骨かも。これでいい？混ぜない方がいい？こっち？お皿にしておいて。これ四角いやつだね。これね、クルトンだよね。ワンピースでクルトンって出るよね。これ食べてみる。
これワンピースの肉っぽくない？このこのクソでかい肉。これほら肉じゃないこれ。イメージと違った。これお肉じゃない。嘘だ、お肉だと思うけど。なんかクラッカー。ああこれね、クルトンね。ごめん、クルトンは別のあれなんだ、ワンピース出てくる。ごめん、プルトンのこと言う。知ってんじゃない？誰も知らない。知ってるでしょ、聞いたことあるでしょ。どこで出てきた？主要メンバーしかわかんない。空島編のあれだ、砂砂の実のクロコダイルのさ、プルトン、化学兵器みたいな。あ、なかったかな。それのことをクルトンとプルトンでちょっとあれしてみたけど、大昔すぎてまず誰もわからない。っていう感じだわ。まだでも失敗じゃないのこれ。これちょっと辛いけどさ。なんやんか、偽物ジャパニーズ巻き寿司、米なしのキャベツ巻きみたいなやつだったんだ。むずいな。しかもあれも辛いな。これは食べれるの、まあ、辛い時点で若干失敗やけど。むずいな、なんかな。ほんと注文むずいんだけど、ノンハードやったらなんか辛くないようなイメージだったけど、関係ない。それは関係ないんだ。むずない。ノンでしょ、ノンハラルだから。だってハラルやったらなんか辛いみたいな。あ、そうか。そうそうそう、ノンハラルは世界で食えるみたいなあのイメージだ。でも基本西洋料理はブラックペッパーが効いてると思った方がいいんじゃない。あ、そうなの、うん、むずない。このソースがあれ、こっちのお肉は良かったの？ん、こっちのお肉は食べれるの？これがダメだったってこと？このソースが多分ブラックペッパーが入ってるから。あ、そう、むずいな、こういうよ。ねえねえ、和の国って知ってる？この国がさ、ビバのウォーター飲むとね、うん、熱出ちゃう。ほんと今どこまで行ってんのやろな、全然わからないもん。まあ、いいです。そらじょうなんてもはるか昔、令和じゃない時代だった。ん、何て言った？わかんない、話します。平成の話。そらじまは平成の話。お母さんが読んだことあるのはそらじままでなんだけど、それは20年くらい前の話。そんなに遠いか。そらじまってどこ？そらじま、そういう島があるの。もうワンピースなかったね。そしたらあのエネルってやつがルフィと戦うんだけど、ないよ。エネルジ戦う？エネル、エネルはね、ゴロゴロの実です。ゴロゴロの実だから雷人間。じゃあ、ニジのこと？え、ニジってそうだ。うん、ちょっとご飯、2時分かんないよ。なんか2時ね、父さん前に言ってたよ。そうでしょうか。どこまで行ってんのな、本当行こうかな。ルフィ、うん、去年の時点で、去年おととしかな、和の国でなんかジャンプでやってたの知ってたけど、じゃあ2020年どうなってんのか全く不明やねん。ケーキのところじゃん。ケーキもっと前だもんな。あれ、どっちが前なんだ。一番新しいのは和の国。うん、そのちょっと前がケーキ。そうだね。であるね、狛江のケーキ。うん、でも知ってるの、うん、狛江だって。でももうそろそろ終わるんちゃうの、違うんかな。まだ終わらないよ、まだいっぱいだよ、うん、本当だ。え、最後まで見た？見た、うん、一番新しいのは何だっけ、何編。でも和の国まだやってたよね、テレビ。うん、ほんと、ワンドリーム、ワンゲスト、今までだ、和の国。はい、でも18とか20、全部で91。うん、ない、1回だけ分かった。3000円からぐらい、まあ、ちょっと安定を求めて。もしさ、シャンクスになくなるとかある？どうなんだろう。ある、ないから、うん、父さんもない。ちょっとすごい厳しいやん、今日。いつも違う。いつも厳しい。あとでもう一回もう一回食べる。これ食べ、この肉食べれなかったの？うん、食べれる。いい、このお弁当も食べたら。このお弁当は日本、ジャパニーズスタイルなのね。うん、なんか弁当ってなんかたまにあるよね。そのセットみたいな弁当って言ったりさ、うん、まとまったなんか一食分のやつをと弁当っていう定義なんでしょうね。さっき誰かとさ、ルフィで戦ってた。エール。エール。うん、エールのことさ、赤い髪型でギザギザになってた。エネル？エネルは違う。エネルはね、耳たぶん一番長いですから、ね。女の子？ん？男？なんで女の子？ねえ、
裸でね、確か空飛べるのに、ね、雲みたいなの乗ってたよね、雲にね。あとに絵見せて。いいよ。誰かわかんない。空島終わってからだな、急になんか。わかったっけ、なんとかクリケットみたいなところからちょっと加工気味になった。加工気味って、なんか人気がなくなった。回想シーンがさ、なんか偉い、偉い長かったんじゃない。あ、そっからいいんじゃない。あ、知らん。回想シーンって思い出みたいな。思い出すし、もう全然ルフィ何ヶ月も出てこーひんやんみたいなそんなシーンあったような気がしたけど、なんとかクリケットだ、うん、誰が思い出を思い出してたの。なんかなんとかクリケットってやつ。なんとかクリケット、なんか頭にね、クリ乗ってんだよ、確か。だからクリケット。なんとかクリケット、頭にクリ乗って潜水病になる。あ、ショッパー、ショッパーもっと前。前のお父さん、うん、あのさん、アナバッサの前はショッパーじゃなかった、冬島。ゴロゴロ見ってどんな感じだった。雷人間になるから。で、どんな顔。雷を落としたり、体が電気になったりするから。じゃあ電気パンチは。電気パンチ合うんじゃったかな、ちょっとあんま覚えてる、あったような気がする。え、違う、あの、え、それあんまり微妙。あんまりあ、そっか。マジで このチキンが、このチキン、ちょっと肉やめるじゃん。ちょっとお弁当して。 100% 成功せえ。ここやったらいけるやと思ったけど、なかなかむずいな。サラダは大丈夫やと思うけど、なんか口辛すぎてさ、何食っても辛い、ようわからんみたいな感覚に陥ってる。なんで生姜なんだろう。生姜、お前ら生姜だけ食ったらものすごい体力にした。本当でも全部に生姜が散らしてあるんだけど。何の匂いですか。タイの匂いって言ったら、ね、あの草の名前なんで変な匂いがする。パクチー、パクチー、パクチー、パクチーの匂いがした。パクチー、パクチーって臭いね、草、草のっけたがるんだよ。なんでやね、元気じゃん。これいや、それは違う。シソとかか。そのパクチーはちょっとなんか違う気がする。パセリとか。うわっ、今だった。あそこにもなんか乗ってたよね、食べたところ。パクチー乗ってた。あれパセリじゃない、なんて言ったら。草だけど、まだマシなうまさの草だ。ワンピザじゃなかった、パセリみたいなやつ。何やったっけ、あれ。パセリ、イタリアンパセリ。いや、なんかもう、ルッコラみたいな、そんな草だったやん。ルッコラみたいなやつ。何やったっけ、ルッコラ。ルッコラじゃない。なんかまだあんま臭くない草。ピザ乗ってたやつ。そうそうそう。あんまり乗った。ちょっとお腹空いてたんだけど、うん、なんかやっぱケーキのパンチケーキが、うん、でかい。ティッシュ取って、うん、あ、下のお肉拾って、うん、きれいに拭いて、お肉の面を下にして上にして、うん、ティッシュの面に、OK、いいよ。あと一回我慢したらこう、あ、まあ、うまくもいいかな、なるじゃん。一回な。一回がむずい。排水の陣で。排水の陣にならんのも無理かもね。そうあるよね、正直なところ。でも、値上がりするんじゃん。え、前から春節終わって。あ、これか。春節の時めっちゃ安かったもんな。春節バーゲンみたいなやつでさ。え、超安いんですけど、本当に。なかなかさ、なかなか買いだめに勇気いるよね。逆に買いだめした方がなんか回収率伸びすぎるんじゃないですか。本来は定期購読したいのかな。買って飲んだ分だけ補充するみたいな。在庫持たないみたいな。って思ったけど、なかなか。どういうあれしよう。生活は。みんな慣れてきたと思うよ。ね。マコさん。はい。この強さと気持ちいい。気持ちいい。ちょっと強い。本当さ、いいや。オッケー、ありがとう。分かった。分かった。嬉しいな。きっとわかそうだ。台風並みやな。きっとわかそうじゃない。はい、了解。もう今さっき言ったんだけど、今日ぬいぐるみも買ったみたいな、うん。あんなに値なることあんまないからさ。うん、よっぽど欲しかったな。うん、まず私には言ってこないっていう。ジャブで俺に言ってだよね。練習的なみたいな。お伺いを立てて。お伺いを立てて。第一関門クリアした。お父さんが口添えしてくれるから。
その関門が低すぎるから、うん、まあね、テレビ見るでしょ。ネットフリックス的なやつ。え、あれ？ああ、あり、うん。前の方が見てたんじゃん。こっちの方見てる。前の方が見てる。嘘。英語しかダメです。本当。生ボックスとか、算数の練習みたいな。つか爆発するんでしょ。もうちょっと後でいいかなって思ったのに、うん、いつ頃？何歳頃？別に何の根拠もないけど、うん、9歳とか小学年、日本でいう小学年の高学年ぐらい、中学年ぐらいかも、うん、これ水スポンジってことIKEAで買ったやつ、うん、コースター、うん、いくらしたっけ？でも4個で普通で100円ぐらいじゃん、うん、4リングとか1リング25円、27円ぐらいか、うん、来ると思うな。これまあ寂しいなと思って明日の、うん、いい、結構ボリュームあったね、うん、あれは結構ちょっと多めにいたんだっていうのが、うん、麺じゃなければ回す、うん、麺じゃなければ次の日にしよう、麺でも次の日にしようって、うん、パーンってどういうこと？なんか来る前、かって言いながらくしゃべして、急になんか近づいてきて、パーンって言ったら、え、息子って思ってる。お姉ちゃん、どんな感じ？パンどんだけ好きやねん。そんな面白いの、パン。パンの何が？聞いてごらん。パンどんな感じの風が来るか。強さ？チェックしたいんだって。合ってるでしょ？あ、なんか強い？それ一番弱い風？多分強さ弱さない。強さ弱さないないの、うん、充電したからかな。これは自動で押すだけ。なんで無駄に光るのかね。風だけだと思っ